頭はいいかもしれない。もしかしたら。うん。むっさん、ケーキ3等分できる。え、ちなみにそのさ、ケーキ3等分の切り抜きあったよね。ケーキ3等分したことあるよな。いや、じゃあ、この時から変わんないんだって。お見ようや。7分割 ?7 分割しようと頑張ってるよ。こ1、2、3、4でしょ?で、いいよ、いいよ、メト。1、2、3、4、5、6。え、7分割できない3等分どこでやってんだろう、これ。あ、これや。どう?わかったわかった。じゃあ、こう、こうだ。え?これじゃない?これじゃない?3分割これっしょ。え、これじゃね?え、これ逆になんか正解わかんないんだけど。あ、これか。何がおかしいの?え、これ?もしかして。これが正解?え、これは?等分じゃないだろ。え、確かに。3等分じゃないの。3等分じゃ Y 字に切る。え、ここのやつかわいさすぎやろ。ここのやつかわいさすぎんだろ、普通に。なるほどね。Y 字、あ、こうやって、こうやって、こう。さすがに。あ、こういうこと。ま、でもこ、それでもなお、ここのやつかわいそうだけどな。え、Y 字はマジで合ってんのこれ。ちなみにだけど、Y 字が正解なのこれ。Y 字で、あ、そうなんだ。ええー。いや、でも、いや、思い出せないな。なんか、そん時、その一ノ瀬にピザの何等分の話、ピザの何等分の話マジで説明されて完璧に理解したんよ、メト。だから例えばじゃあどう、これを何等分したい時どうするのって一ノ瀬に聞かれた時、もう完璧に答えられたのね、メトは。完璧に答えられたんだけど、だけどもう忘れた。寝たら忘れるんだろうな、普通に。一周が300、え、わかるよ。一周が360度で、チョンが、45度でしょ?この、斜め45度のあれやんな。チョン。あ、180度が反対?対極?だよね。そうだよね。え、だから、え?え、待って、違う、だから、え、じゃあ、わか、え?な、喋らん。あ、なんでわかんないの?え、じゃあそれは、君たちの読解力の問題でもあるぞ、全然。え、全然読解力の問題の可能性はあるけどね、普通に。え、じゃあ、は?お前ら、あんまり、その、図に乗るな。自分がちょっとわかるからって図に乗るな、マジで。それはなんかいい加減だぞ。だから、例えばよ。だから、ここが、まあ、この、これを、これを、まあ、一周したら360度ね。で、斜め45度が、こん、あ、ちょ、赤、ちょっと、斜め45度が、ここぐらいでしょ?でよ。で、180度が、ここでしょ?わかる?え、わかる?え、なにこれ?一旦やめるか。一旦この話はなしか。やめとこうか。本当に怖いから。で、そう、360度は、やめよ。やめよ。不毛だわ。誰も救われない。そう、誰も幸せになれない話題はあんまりするべきではないから。うん、そうね、そうね、そうね。やめよう。震えが止まらん。なんか心がざわざわして。いや、わかんねえじゃん。めっさん、服役してた。してねえよ。じゃあ、結構、だリアルにわかんない。そのなんか、メトのタルコグ配信とか見てもらったらわかるけど、なんかさ、たまにさ、ファッションバカとかさ、なんかバカぶってるとかさ、まあ、思われても仕方ないと思うんだよ。その、なんていうの、多分、こんなのがわかんないのみたいな感じで見てイライラする人も、まあ、中にはいると思うのね。なんだけど、でも本当にわかんないから、うん、本当にわかんねえものをわかんねえって言って何が悪いのかっていう話ではある。うん、
そう、バカぶってるってマジ失礼な言葉だよな。こっち伊達に本物やってねえから。そう、なんか本物に対して偽物ですかって失礼じゃない？